はい、おはようございました。それではシートでシート全部の選手のゲームいきます。時間は10分セミアウトのみ難しくなってそれではゲーム始まり5秒前4、3、2、1スタート。なんすかもう一人負傷しましたね。おるね、おるね、おるね。でも出てったら撃たれるな。了解です。あんなに女の子打てない。抜け中村さん、中村さん、奥の上にいますよね、櫓の上。開け中。開けてないから他人に任せる。てか中村さん死んでたと思ったらいつの間にこんなとこまで来てる。なんかいた目の前で、これ中村さんだと思って。銃口全部撃っちゃって。いやそれ吹き飛ばせばいいんですよ、撃って。やろうと思ったけど、ベビーさん負けて、なんか戻ってでも壊れなくてよかったっすね。やっぱり、それの点は、あれか、金属。俺のプラダだったらこれ割れてますよ。
これ艶消し吹いたんですよ。おーおー、はい、あ、だからちょっと先端、はい、先端もっとプラっぽかったんですけど、艶消しはやっぱりそれだけで、はい、艶消し吹くとのと 全体を軽くあのシリコンスプレーやるとなんか質感良くなるんです。お昼休憩たいですからね。全く袖かってないですか。PTSD にもなりました。自分サバゲーで PTSD になったんで気をつけた方がいいです。毎日夜中にうわーって起きちゃってよく嫁打っちゃうんですよ。それでちょっと多分上で上げる、玉を上で上げるバレた、そう、またバレるんじゃないかっていうのでネクストマッチ。さあゲームもね終盤となってまいりました。僕ねもうずっと昔はね AK 派だったんですよ。もうテロリストと AK みたいな感じで、まあ M4 に対してねなんかあんまりいいイメージがなくてなんかかっこよくないなと思ってたんですけど、ね、最近はねもうなんだろうなんか悪があえて M4 みたいな、これなんだろうちょっとアンチヒーローがもう M4 使うみたいな、マフィアなのに M4 使うみたいなのがちょっともう一周回っておしゃれかなと思って、最近ね M4 がねかっこよくて仕方がないんですよね。まあ、あれなんですよ、チャッピーっていう映画で黄色の M4 が出てくるんですけど、それがね非常にねなんかオシャンだったんですよね。それ以来ねずっとあ M4 ってなんかかっこいいってなって M4 にしてしまいました。どうも。はいはい、17番に1人左にそれました。はい、ちょっと出づらいんです。100音までいきますよ。はい、はい、白いこ四角いコンテナのとこいそう。OK、いや味方が住んでるか撃ってました。でも櫓の下怪しいです。櫓の下と銃のサルの今の手際に猫ちゃんだよ。了解。そこに2人入ってます。了解。